はい、皆さん、こんにちは。エルニーニョです。ということで、今回なんですけども、皆さんでーはい、ということでですね、ちょっとお久しぶりにやってまいりましたということでですね、買ってしまいました。皆さんね、iPhone。知ってますか？僕ですね、こんな感じでですね、じゃじゃんと、iPhone 14 Pro ですね、まあ、以前動画でもね、開封動画をね、上げたと思うんですけど、まあ、使ってましてですね、こんな感じでね、ずっと使ってたわけなんですけど、皆さんね、つい先日、まあ、先月ぐらいですかね、9月に、iPhone 16 が出たの皆さんご存知でしょうか？はい、iPhone 16ですね。14これね、使ってたんですけど、15、そして16がね、もうどんどん出てってるということで、今一番新しいモデルが16なんですけど、今回、やってしまいました。じゃん！ iPhone 16 Pro 1TB 30万だー！やった。やってしまった。本当にやってしまった。はい、担当直入に言うとですね、周辺をいたしまして、本日なんとね、某野島ショップに行ってきてですね、こちら、16 Pro 契約しました。やばすぎる。いや、1テラもいらないだろって思った方いると思うんですけど、1テラバイトっていうのは1000ギガバイトなんですけど、1テラもいらねえだろお前っていう風に思う方いると思うんですけど、ね、多分いらないですね。まあ、でもなんかもう、せっかくならもう、買っちゃえということで、1テラ買っちゃいまして。まあですね、こちらの今までね、もうね、大体約2年間ぐらいお世話になってきまして、14プロにですね、お別れを告げて、こちらのね、16。今回ね、ちょっと開封していこうかなと思います。いやー、やばすぎる。まあね、もう、つべこべ言っててもしょうがないんで、オープンしていこうかなって思います。やばすぎるぜ、これ。ちょっと開けていきますよ、これ。これさ、開けたらすぐーとか言って、こぼれ落ちていくパターンだよね。でもちょっと僕はね、ミスらない男、木村です。オープンザ !iPhone 16! オーマイグッネスだ。あー、やばいということで、私今回ですね、何色だ？この黒いところは何色だ？ちゃんとした名前が多分あると思うんですけど、ブラックをね、購入いたしまして、注文がですね、こんな感じ。あー、やばすぎ！やばすぎる！なんちゅう、この、メタリックな輝き。やばいですね。ちょっともう早速ね、ちょっと取り出していきたいと思います。オープン。震えてしまうわ。またこの鉄の板に30万円ですよ。パソコン買えんぞ！はい、ということですけど、こちらね、ちょっと、はい、買ってきまして、ちょっと待って、一旦ちょっとね、ちょっと一旦ちょっと売却してきます。で、今回ね、スマホケースと画面シールをね、用意いたしまして、で、画面シールこちら、スクリーン保護フィルムということでですね、こちらね、買いまして、で、ケースなんですけど、なんかこの猫耳のやつがたまたまお店にあったんでね、ちょっと買いました。かわいいでしょ？はい、ということでですね、ちょ、まあ、早速やっていこうかなと思います。一旦じゃ、画面シールが多分最優先事項なんで、画面シールからつけていきましょう。画面シール開けます。おー、わー、ちゃんとしてる。なにこれ？なにこれ？なんか枠組みみたいなの入ってんだけど、これなんかすごいちゃんとやってね、これ。ちゃんとしちゃってね、これもしかして。うわ、素晴らしい。素晴らしいのを買った。ここのフォゴのやつまで入ってんだけど。な、ちょっとということですけど、まあ、一旦ね、ちょっと、まあ、一旦まずひとまず画面シールからしてやってようかなと思いますけども。はい、じゃあちょっとね。うわーすげえ、ここちゃんと、これ見てください。今回からですね、16からここになんかね、カメラ撮るときにね、ここを触れるやつが、ね、追加されたということで、なんですけども、ちょっとペリペリスポット、これペリペリしていこうと思います。いきます、ペリペリ、ペリペリ、ペリ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 。めっちゃ気持ちいい。あー、ハロー？ハロー？ニハオ？漢字読めなー。やばい、もう来てんだけど、ちょっと待って、まだ早い、早まるな。ちょ、画面シールを貼らせてくれ。一回ちょっと画面、ちょ、待って待って、ちょ、マジマジ、こい。で、これ今、唾とか飛んで、これ画面についたら最悪なんで、ちょっと本当にもう、口数少なめにしてね、ちょっと、こうやってこうと思いますんで、はい。漢字読めなー。唾飛ばす先に行かないんで、ね、早めにちょっとね、もう画面シール貼ってきます。本当にちょっと、本当にやりますよ。これ、何これ合わせるってこと？え、すご、なんかこれすごいのかもしんない。待って、これ机の上、綺麗かな？
いや、俺の部屋で開けてる時点でもう汚いから大丈夫だ。あ、ちょっと待って、じゃあそしたらこれ置いて、ガイド枠にカチャッとつける。お、すごっ。まあまあ、見てろって話だぜ。液晶部分ほこりなしね。唾も飛んでない。あげますよ。ペリペリスポットで、これもペリ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 っつって、これペリペリっつって、これペリつくペリつくペリペリペリして、こいつを、ま、え、合ってんのこれ。ガラスフィルムを軽く押し吸着させます。いきます、いきます、運命の、運命の瞬間、ニューン、えい、あ、気泡ブラザーズ入らないでくれ。どうだ、あー、ちょっと入ったか、ちょっと入ったか。俺マジこういうシール貼るのとかマジセンスないんだよね。ただこのガイドのおかげでだいぶ簡単にはなっている。めちゃめちゃ気泡イン、めちゃめちゃ気泡インですけど、こういうのね、こうやってやって押していくんですよ。こうやってギュギュギュつって、ギュ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 つって、めちゃめちゃ気泡イン。全然ダメじゃねえかお前、これもうなんなんこれもうもうもうちょっと腹いせにもうお前らを食べちゃうぞ。あ、鬼ほど気泡入ったんだが。まあもうちょっともう、しょうがないですけど、まあ、今後抜けていくことを祈ってね、一旦画面シール、貼れました。オッケー。はい、そうしましたら、ちょっとケースちょっともうつけちゃおう。うん、スマホのケースももう開けちゃいます。こちらの、耳。なんかでかでけんだけど、え、しかもなんかここ、ちょっと持ちず、でもなんかさ、ちょっと見て、ここがなんかないからさ、猫に見えない、これちょっと。みはい、オッケーです。一旦ちょっとね、こんな感じでね、ケースと画面シールを先に貼りましたんで、ちょっとこっからですね、初期設定なり、ね、ちょっとやっていきたいと思います。なり、やっていきまーす。こんにちは、オープン。じゃじゃん、来た。これ日本語ですよね、日本語。日本言語設定中ということで。アイコンとテキストの表示方法。何これ、なんかでかさ。でかこんなでかくできるんだけど。ボタンは別にデフォルトでいいんで。来た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 、これクイックスタートってやつ、これで今まで使ったやつを近づけるだけで、もういいんですよ。これマジやばいからね、普通に。こうやって近づけると、ほらほら iPhone 設定出てくんのこれ。これ多分前の動画でもやってたと思うんだけど、これやばいんだよね、マジで。マジでやばいと思う。新しい iPhone をカメラに向けてください。なんかすごい。それなんかさ、見てください。これこんな感じで。新しい iPhone でーす新しい iPhone の設定を完了。iPhone のアクティベートには数分かかるから、今ちょっと多分アクティベート中ということなんで、ちょっと一旦ね、ここで付属品の紹介っていうか、まあもう一個しかないと思うんだけど、紹介するの。完了、やっぱ新しい iPhone お楽しみくださいって言って。バイバイ14 Pro、今までありがとう、愛してたぜ。ソフトウェアアップデートの案内になりましたんですけども、今回ね、15からだと思うんですけど、こんな感じですね、充電器がね、だってこれそっか、これよくよく見たらここが、うわ、ライトニングじゃない、すごいタイプ C になりました。結構ね、ちょっと僕ね、昔タイプ C アンチだったんですけど、いろんな電子機器を買っていくと、なんならそのタイプ C の方が主流なんだっていうことに気づかされましてですね、まあ別にもういいやって感じですけど、こちらね、タイプ C のね、やつで充電になりましたけど、これね、ちょっと買うとき気をつけた方がいいのが、今までね、ライトニングケーブルで USB のタイプで元線のとかやってた人はですね、ここはね、どっちもタイプ C のケーブルが入ってて、で、かつ、刺すところだから、こういうものが必要なんですよ。これのね、ここがこのタイプ C のタイプ。そう。これじゃないと充電できないんですよね、そう。あれは逆にこのタイプ C なんだけど USB だよっていうケーブルを買ってもいいし、やっぱね、電気屋で買うときちょっと気をつけた方がいいですね、これ。そう。あんまり今までタイプ C 主流じゃなかったって人からしたらね、ちょっとあれなんで。で、これはね、俺はまあ、持ってるんで。おぉでね、OK ということです。はい、ちょっとね、ソフトウェアアップデート。じゃあですね、待ちまーす。あー、どうだ、なんか全然思ってる時間かかんなかったで、またなんか設定になったんで、ちょっと進めていきまーす。え、なんかまたこれなんだけど、これ何これ、またやんの、あ、違うわ、なんかフェイス ID とかある。え、じゃあこれちょっとフェイス ID データを転送。きたー、データを転送ですね。これ iPhone から転送。来ました。これね、ここでもうね、iPhone を隣にやるだけでね、ぶち込めるわけですよ、データを。これマジ便利でしょ。来たー、ド本名が出てきました。あ、今ね、ちょっとこんな感じでね、めちゃめちゃ転送してるんですけど、この二つ置いて。こうやって置いとくだけで、もうね、勝手にデータが、ね、行くわけですよ。もうどうなってんだって話。何かといろいろ6年とかがね、またやんなきゃいけないっていうあれが出てきちゃうんで、中押しで消音モードの、
え、なにこれ長押し？え、マナーモード長押しになったの？すご。もう上とか下にやるんじゃないんだ。カメラ開いたり、フラッシュライトを点滅したり、え、ちょっと、おもろそうだけど、まあ、一旦はいいか、今はしないですけど。カメラコントロール。これがカメラコントロールって、この新しく来たボタン。すごいすごいすごい、ここ押せばねっていうのが出てきました。データを転送中ということでね、こちらが多分一番長い工程です。はい。待ちまー約5時間って書いてあるんだけど、データ転送。6時間？ん？ん？ちょっと待って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 、嘘でしょ。無理。6時間って何？正気の沙汰じゃないな。怪物級に時間かかんじゃん。え、何それ？そんな時間あったら俺夜遊びしてきたけど。やばくね？6時間って何？本当に6時間かかんの？え？やべえって。あ、5時間だった、5時間だった。あ、約5時間。やばすぎ。俺5時間もスマホ使えなかったらジンマシン出てくるって。え、ひどいよー。4時間になった、4時間になった。じゃあ、多分大丈夫だ。あと4分、10分、10分ぐらいあれば大丈夫かな。ひかくら見ちゃおう。はい。言語に翻訳しますか。何して違う翻訳とかじゃん。怖なんで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 さ、ヒカクラって単語でなんで死に反応すんの。ということで、マジで2時間ぐらい経ちまして、今転送が完了しましたっつって、もうこれもう1時半になっちゃった。もう俺明日学校だ。明日っていうかもう今日学校だ。はい、ということで、じゃんじゃがじゃん、きたー、データ移行完了しましたー。ということで続ける。ちょっと壁紙をちょっとね変更してみました。じゃんじゃがじゃーん。うわー、おー、ついに来たー。これなんだ、 eSIM を保持してって、何これ。ちょっとこっちの商品がよく確認できるマーケティ行ってきます。ということで来ましたー、ついに iPhone 16 Pro。 うわー、すごっ。ちょっともう全部ダウンロード中になっちゃったんだけど、うわー。で、まあ、家の Wi-Fi とかも繋がってるし、でこれ何よりマナーモードが多分ここでね。そう、これ、消音、これ、すご。で、今回ね、ちょっと、もう、やばいもん、なんかもうさ、完全にもうずっとさっきここでさ、ずっとこうやってやって、なんか YouTube 見たりとかしてて、こうやってやって、こうやってやって、完全に眠るテンションになっちゃってたんだけど、はい、ちょっとやっていきますね。ちょっと待って、これさ、ストレージ見たいんだけど、本当に1テラってなってんのかな。1テラバイトになってんだけど、やばすぎ。マジかよ。用済み 121.59 なんで、1.02TB ですよ。これやばすぎんだけど。ちょっとカメラ気になることないってことで、ちょっとカメラね、ここの横にあるこのボタンを押すとカメラが開くらしいんですけど、どうでしょう。これポチッとな。オーマイグッネス。本当に開いた。フォトグラフスタイル、自分写真に写る自分の姿を驚くようなニュアンスでパーソナライズして望み通りの見た目にすることができます。フォトグラフスタイルは高度な視認知識を用い、視認認識を用いて視認なる特定のカラーを調整します。体験する。なんかすごいんだけど、何これ、どういうこと、どういうことなんですかこれ。ちょっと待って、分からない。え、何これ、これやばい、なんかやばいんだけど、何これ。ちょっと待って、何これ、なんか、白いんだけど、なんかとんでもない画質なんだけど、ちょっと怖っ。ということで、ちょっと写真を、え？なんでこうなんかさ、淡い色なんだこんな。何これ。ここで撮れるんだ、ここで。ここでこれ撮れるんだ。なんでこれなんか淡いの。なんか、淡い、なんか、エモカラーになってんだけど。あ、え、すごっ。これなんか、色をさ、なんか選べるんだよ、ここで。これこうやってって、俺の顔をさ、おぉ、チーンってできたりとか、こうやったりとかできるみたいな。なんか全然よくわかんないけど、まあこれ。めちゃくちゃ画質いいんだよ。ふざけんなよ、これ。超画質いいんだけど。ニキビがよう見えるわ。っていうか、ニキビっていうかなんかもう、産毛まで見えんだけど。やだな、めっちゃ。はい、チーズ。やば。バカ画質いいんだけど、やばい。ちょ、これ動画撮ってみるか、実際に。はい、ということでね、今こちら。iPhone 16 Pro のカメラでね、動画回させてもらってますよってことで、やばくねこれ。これ、なんかもう見るからに、やばい、めっちゃニキビ、最近ちょっとさ、肌荒れちゃっててさ、やばいんだけど、これもう画質の違いがなんかもう撮ってるだけでも一目瞭然って感じで。ということでですね、ちょっと今回ね、ウーロン茶飲んでいきたいと思います。ってことで、ちょっと音声のね、ちょっとマイクもどんな具合なのかちょっと確認しましょうか。
これ多分鬼ほど画質いいですよね。うわーすげえ、もうこれ全然もうこれ使ってさ、もうね、このクソでかいね、大層なビデオカメラを持ってかなくても、これでももう最高級の画質がね、提供できるというか、てかもうショート動画僕 iPhone でいつも撮ってるんで、レベル上がっちゃうぞ、これは。やばいな。まあ、解像度の高い深海魚をね、これからお送りしたいと思いまーす。すごい。で、多分、ここの横のボタンのとこも、多分、いろいろ設定できたりとか、あと、このさっきね、このショーンモード、ここのボタンでも、なんかいろいろできるらしくて、多分、フラッシュとかもそこでできるようになる。すごい。なんでね、このコントロールパネルって言うんだけど、これなんかちょっと違うんだけど。あ、フラッシュ。フラッシュライト。なんか、つき方がさ、わかるこの、モワンって感じ。え？なんか、ピカって感じじゃなくてさ、ライトがモワンってつくんだけど、ほら。わかる？今までのやつさ、見てもらったらわかるんだけど、ピカピカって感じだったのがさ、モワンモワンピカピカモワンモワン、すごい、モワンなんだけど。はい、てな感じでですね、ちょっと iPhone 16 Pro ね、今回買ってみたんですけど、もうこれ画質がとにかく良くてですね、まあ、毛穴の一本一本、顔中に住むダニまでね、本当にね、正確に見ることができません。ダニは見れないんですけども、めちゃくちゃ綺麗に映って、やべえんだけどこれって感じでね、まあ、こんな感じでね、撮れるということで、で、多分他にもね、いろいろ設定いじってったら、ま、いろいろね、できる機能はね、増えてたりすると思うんですけど、まあ、一旦こんな感じでね、私、1テラの、16 Pro デビューいたしまして、まあね、前回買った時は、もう2ヶ月後に15が出るよってタイミングで14 Pro にしてたんですけど、発売から1ヶ月でね、今最新機種ゲットできたんで、もうほんと多分もうおそらく、しばらくもう、だって1テラあるんだし、買えないよね、もう。普通に考えたら。いや、普通に考えたらもう買えないと思うんですけど。ま、こんな感じでね、こちらで、これからね、ちょっと頑張っていこうかなと思いますんで、よろしく。16 Pro ということで、今までありがとう。14 Pro ということでした。以上でね、こちらの開封動画、レビュー終わりたいと思います。皆様、また次回の配信でお会いしましょう。最初から最後まで見てくれて、ありがとうございました。バイバイ、さよなら。おつにーにょ、バイバイ。絶対512でよかった。